笑い祭りは、和歌山県日高郡日高川町にある、入神社で、毎年10月に行われる霊祭である。神名月に行われる、出雲大社での神様の会議に、初めて出席することになった時、寝過ごしてしまい、塞ぎ込んだ祭人である、誕生宮火地を、人々が慰めたことが起源とされる。江戸時代から続くと言われる伝統的な祭りである。おしろいを塗った派手ないでたちの、 笑い沖縄が鈴を振りつつ、笑え、笑えと練り歩く記載である。この鈴ぶりだけが突出して知られているが、鈴ぶり以外にも、四つ太鼓と呼ばれる、和歌山県日高地方にある、太鼓台の練り回しやししまい、上りの差し上げなども行われている。なお2006年1月より、正月の入神社毛で行事として、同様に笑い沖縄が登場する。 初詣で初笑い神事も行われるようになった。2008年1月の祭りでは、笑い祭り保存会の依頼により、和歌山工業高等専門学校ロボコン部が制作した、笑いを模したロボットが展示されたが、その異様さゆえに、監修の間では、賛否両論だったという。翌年には、改良型も合わせて展示されたが、こちらは諸事情により動かされることはなかった。 鈴ぶりロボで大爆笑朝日新聞デジタル口コミミクチコミ2007年7月3日記事。ありがとうございます。